こんにちは。パピプッペポンの絵を描いた諸香織です、はい、文を描いた後呂芳明です、こんにちは。じゃあこんにちは。ちょっと読んでみましょうかね。パピプペポン。遠心ごっこに出かけるよ。パピプペポポポ、パピプペポン、パピプペポン。うん、この赤字のところには、赤い大きな文字のところは子供に繰り返してもらうというふうな仕掛けになっているんですね。もう一枚読んでみましょうかね。イモムシパポパポ、パピプペポン、パピプペポポポ、パピプペポン。いいね。言いたくなるんだね。はい。パピプペポン。はい。こうしてどん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 こう、いろいろな変身をしていくという、そういう本なんですね。それで、大風が吹いてきたりなんかしてね。目が回る、ぐる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 。ここ結構喜びますね、子供ね。そうですね。あんまりやりすぎるともう目が回っちゃったりするそんなことないか。でね、あとパッ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 ピッ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 パッピプッペパッピプッペパッピプッペポーンのところですごくはーって子供たちね、喜んでくれるね。ここもすっごい喜んでくれるんだよね。蝶々になってパピプペパピプペ、パピプペポポポ、パピプペポン、パピプペポン。はい、そしてまたこの色玉がパピプペポンってまた箱の中に帰ってきます。バイバイね。はい、おしまいって、こういう本なんですけど、これはね、モロさんがこの色玉にね、全部ね顔を描いてくれて、ちょっとお見せしましょうか。見えました？これすごく喜ぶんですね。室さん、書いててどうでしたか？楽しかった？楽しかったです。お話ししながら書きました。痛いよとか、どいてよとかなるほど、待って待ってとか、みんな表情が出てるよねでこの赤い子がちょっとなかなかおてんばさんのね。そうですね。でもう一回もう一回って子供たちが読んで読んでって言って、そしてよく見てると、この子がどこにいるかっていうのをね探したりして、餌探しの面白さなんかもやってくれてねいます。でこれはね、保育園幼稚園で何回も何回も実践しました。でこのパピプペポというのは、上の唇と下の唇を両方使って出す音なので、両心音という音なんですね。でこれは赤ちゃんが大好きな大好きな、とっても面白がる音ですから、ぜひお母さんお父さん、ね、お子さんに呼んであげて、それでパピプペポン遊びをしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。はい。